グラディーバ。グラディーバール・ポンペイの幻想小説、グラディバ、永遠ポンピアニシャフォンテ・ジークックは、ドイツの作家ビルヘルム・イエンゼンによる小説、1903年を発表、実在する古代のレリーフを題材にした現代、小説であり、1907年に、ジークムント・フロイトが、論文、W ・イエンゼンの、グラディーバにおける妄想と、夢において、 精神分析の対象して取り上げたことで有名になった。小説の題材となったレリーフはバチカン博物館に所蔵されている。小説内ではローマ風とされているが実際には古代ギリシアの新アッティカ様式の作品でフィレンツェとミュンヘンにある他の断片と組み合わせると人物を三人ずつ描いた二組のレリーフとなり、それらは 植物の女神放来と生殖の神タウスに関連付けられるというフロイト・モーソーム第二版の後書きより主人公は若い考古学者のノルベルト・ハーノルトである彼は早いうちから考古学の研究にのめり込んでおり若い女性にも社交にも興味を示さず暮らしている彼はある日ローマの美術館で若い女性が裾を持ち上げながら歩く姿をかたどった 古代のレリーフを見る。それは美術的にも考古学的にも高い価値のあるものではなかったが、ノルベルトは不思議と魅了され、そのレリーフの石膏複製を作ってもらい、またその像を歩み行く女を意味するグラディーバと名付ける。彼はとりわけその像の右足のかかとをほとんど垂直に立てている特徴的な歩き方が気にかかり、街を歩く女性に同じ歩き方をしている者がいないか。 観察したりするようになる。ある日、ノルベルトは向かい家のカナリアの鳴き声を聞いて、南国への思いがかき立てられ、春先のイタリア旅行に出ることに決める。しかし美術館でも博物館でも、行く先々で、新婚旅行中の卑俗な男女に出会って、うんざりした。彼は、当初の意図に反して、ポンペイの古代遺跡へと向かう。基地の遺跡を回りながら、 自分の記憶力の確かさに喜んでいると、メレアグロスの家の遺跡で、彼は歩き方も容姿もまさに、グラディーバに、生き写しの若い女性に出会う。ノルベルトは彼女に話しかけ、彼女が、ラテン語でもギリシャ語でもなく、現代のドイツ語を喋り、また現代風の装いをしていることを不思議に、思いながらも、彼女が古代からやってきたグラディーバなのだという強い、思いを抱く。翌日も二人は、 同じ遺跡の前で会い、前日よりも親しく話をし、彼女は自分の名前が、そうえ、生命の意味があるだと告げる。ノルベルトは彼女を2000年前の存在であるかのように扱うが、そうえはそれに対して絶えず曖昧でどっちつかずの態度を取る。その日、ノルベルトは立ち寄った宿で抱き合いながら死に火山灰に渦漏れていった若い男女の話を聞き不安を覚える。翌日も二人は、 同じ場所で会い、ノルベルトは話に聞いた男女がツオエではないことを確かめるが、その際に彼女は彼がまだ教えていなかった彼の名を呼びかける。ノルベルトは驚くが、そこで遺跡の中でたびたび見かけていた新婚旅行中の男女がツオエに親しげに話しかけるという出来事が起こる。今や彼は自分がここ二日の間全くの妄想に囚われていたのだと気づき、 彼女がなぜか自分の名を知っていたことをいぶかりながらも、そそくさとその場を立ち去る。気を取り直して、考古学の研究に意識を向けるため、ディオメデスの別荘の遺跡を見学に来たノルベルトは、そこで再び、ツオエに遭遇する。ノルベルトは警戒しつつ、どうして自分の名を知っていたのかを彼女に尋ね、そこで、ツオエは、すっかり書を明かす。 彼女はノルベルトが考古学に打ち込むようになって、以来すっかり忘れていた、向かいの家に住む幼なじみつを得ベルトガング。ベルトガングは、グラディーバのドイツ語だったのである。二人は、互いの気持ちを打ち明け合い、その場で結婚することを決める。フロイトがこの小説を知ったのは1906年に、カール・グスタフ・ユングとの間で交わされた書簡においてで、あり、同年中から、 作品の分析に取り掛かり、翌1907年に w e エンゼンのグラディーバにおける妄想と夢として発表した。フロイトはまずこの論文の趣旨を辞書、夢判断で論じた夢についての分析、すなわち、夢は願望重則であるという命題や、夢においては、人の願望が主々の抑圧を経て様々に変形されて表彰されることなどが、 作家が自由に創造した小説に描かれる夢にも当てはまること示すことにあると説明している。そして作品のあらすじの紹介を行った後、この作品を女性への願望重足を抑圧して学問に向かったことで妄想に陥った青年と二重性を持つ言葉を駆使しながら彼に無意識かの願望を意識させ妄想を治療しようとする女性の物語として解釈する。 続いて作中に散りばめられている様々な夢を取り出し、夢の中に現れる様々な出来事も主人公の妄想も共に、主人公の意識下で行われた抑圧を厳選にして、現れていることを解説していく。なお古代の遺物やアンティークの収集家でもあった、フロイトは生前、グラディーバ像の複製を送られており、現在も亡命後のフロイトの住居をもとにした。 ロンドンのフロイト博物館に展示されいる。ウィルヘルム・イエンセンの小説は今日ほとんど帰り見られることがないが、このグラディーバだけはフロイトの分析によって多くの読者を獲得し、現在も番を重ねている。フランスでは1931年にマリー・ボナパルトによってフロイトの論文が紹介されたことで熱狂的な読者を獲得し、 特にシュルレアリスムの作家たちから注目された。グラディーバに感銘を受けたサルバドールダリは1931年よりグラディーバ連作の制作を始めており、いくつかの作品タイトルにグラディーバを使用している。またダリは当時、妻柄をグラディーバの愛称で呼んでおり、柄自称柄の肖像などの明らかに柄とグラディーバとを同一視して描かれた絵画も制作している。 タネムラスエヒログラディーバ、妄想と夢解説。アンドレ・ブルトンは、実著でグラディーバからの引用や作品へのオマージュを書くなどしており、1937年にはパリでグラディーバガロを解説し、グラディーバをテーマにしたものも含めて様々なシュルレアリスム絵画が展示された。1939年にはアンドレ・マッソンがグラディーバの変貌と名付けた絵画を制作している。 第二次大戦後には、グラディーバの名を用いたシュルレアリスム系の雑誌が、チリ、1952年と、ベルギー、1971年タイで発行されていた。1986年には、ミシェル・レリスらによって、グラディーバ、グラット・ハイバ・コイに、エイジが加えられているという文化人類学、博物学の雑誌が発行されており、現在もケブランリ美術館によって刊行されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。